ここなら誰の目も届かないな。お前たち始めるぜ。何を始める気だ。略奪に決まってるだろ。真面目に働くより何倍もいい思いができるからな。誰だお前。帝国軍精鋭分隊隊長有馬はじめだ。ああ、帝国だかなんだか知らねえが、見られた以上生かしてはおけねえ。たとえどこにいようと悪事を見過ごすことはできない。確かに敵の攻勢が弱まっている。天竜殿、どうかその方の援護を。あら、悪くないわね。この俺が不覚を取るとは。ノッパール、ノッパールド、あいつふざけやがって、やっちまえ。お前たちは賊ではないようだな。少し手伝ってくれ。兄さん、気づいたらここにいたのだが、見知らぬ地とはいえ民の危機は見過ごせない。お前たちの目的が民の救援なら俺も力を貸そう。くそ、新手はなかなか手強いな。こちらも応援を呼ぶ。一時撤退するぞ。賊が仲間を呼びに行ったか。奴らが戻るまでに体勢を立て直そう。そんな弱さでよく挑んできたわね。あら、悪くないわね。見事、よく鍛錬しているようだな。しっかりしろ。お前の務めを思い出せ。そうだ、ここで諦めたら村は。俺はまだやれるぞ。この俺が不覚を取るとは。敵将を討ち取ったわ。おい、倒れるにはまだ早いぞ。うん、わかりました。もう少し頑張ってみます。この感覚、精鋭無限天神竜
破人門。軍隊を率いていた時を思い出す。まあ俺の部下はもっと頼りがいがあったかな。悪くないよね。うまくいったぞ。下を向くな。前だけを見ろ。俺に続け。はい、ついていきます。お前らさっさと片付けるぞ。そうないとあいつらが来ちまう。任せる。あれが敵の大将か。多くの兵を率いているようだな。てめえ、無限天神竜破人門。何勝手に村を襲ってんだ。俺がしばき倒してやるから覚悟しろ。いざ参る。見つかっちまった。まずい。申し訳ありませんでした。謝るくらいなら最初からやるなってんだ。帰ったらきつく灸を据えてやるぜ。お前たちには世話かけたな。奪った物資も村に返しといたから許してくれ。ああ、有馬殿、感謝する。いや、頼む。うん。わかった。有馬殿、その通りだ。うん。うん。そうだな。感謝する。わかった。あの、さて。そうね、ありがとうございます。
there. You're a bold one. ようこそ。またの。お越しよ。どうなさいますか？そうだ。なんだって。ちくしょう。お任せよ。ああ分かった。やはりこうなったか。だがここで指揮を失うわけにはいかない。指揮、味方の兵が外にいる。彼らが門を開けるまでしばし耐えてくれ。みんな、シキを捕まえてくれ。うるさい。俺が相手になろう。行くぞ。わけにはいかない。速やかに脱出しよう。退路は開かれた。行こう、シキ。刹那様、深入りは禁物です。方法の味方に任せ、お下がりください。分かった、シキ。俺は諦めないからな。なぜ刹那に真実を話せない。奴が操られていないという確証は得られなかった。それに理解される必要もない。刹那と玉木、あの二人は何も知らず幸せになってくれればそれでいい。自分勝手で傲慢だな。
だが無限変身流破人門、敵の攻勢が激しい。そう簡単に逃がしてはくれないようだな。俺が道を切り開き四季を逃がす。すまないな、しんがりを頼む。そんな弱さでよく挑んできたわね。よし、ここまで来れば。さあ、裁きの時間だ。希望を絶望で塗り替えてやろう。裁きの時は来た。ここは俺が引き受ける。別の道から脱出しろ。分かった。必ず生きて帰ってくれ。付き合いなさい。望むところだ。思う存分やるがいい。おお、面白い。思う存分やるがいい。Now we're talking。落としてあげるわ。敵将を撃つのは嫌。ドカイ消えるせよ。フェリッシュ、俺も定めと知る。ロッキングガード無茶よ。上際が悪いね。そろそろ諦めたら。私には果たすべき使命がある。ユウ様、捕まるわけにはいかない。指揮が危ない。彼女を排除せねば。よし、敵にまとわりつかれた。まったく、逃げるぐらいなら最初から来なきゃよかったのに。このままでは先に進めぬが、邪魔が入ったか。敵の接近を許したか。士気はどうなった。済めばいいのに。敵将を討ち取ったわ。なんとか逃げ切れたな。皆感謝する。
感謝する。いや、ああ、うん、すまない。ああ感謝する。おい、お前の戦いぶりは実に見事だ。お前は Goddess of war smiles upon me. ようこそ。またのお越しを。いらっしゃいませ。また来てください。いいわ。
行くぞ。英雄が民と共に籠城しているらしい。急ぎ救援する。化け物が入り込んでいる。城内の要所を取り返しつつ進軍する。One of the yokai from Japan. Better follow me all the way here. まさか真田幸村の戦いを間近で見られるとはな。一軍人としてもその戦術参考にしたい。永代の知れない怪物どもめ。誰か加勢を頼む。あれは英雄の配下か。急いで助けよう。私は四季、あなたの噂を聞いてここに来た。城内の兵や民を守るため協力させてほしい。助け立ち感謝いたします。私は真田幸村、以後お見知りおきを。城内の敵は一掃したか。だが城外の要所は依然奴らの支配下だ。あの出城が城の要のようです。奪還できれば安全は確保されましょう。見事なお働き。戦国乱世にもあなたほどの忍びはいない。あの真田幸村に称賛されるとは。見事、よく鍛錬しているようだな。この城は大阪城に似ているようだが、龍様、あのようなところに出城はあったのか。私の顔に何かついてる？これは失礼いたしました。我が忍びを思い出したもので。ついサーシャ、うまくいったぞ。化け物の対象格が出てきたようです。大量の仲間を引き連れております。要所を奪還した今こそ反撃の好機。城外へ出て化け物の首を取る。任務開始ね。化け物は退けた。なんとか城と民を守ることができたな。みんな準備はいいか。あの城を落として俺たちの本拠にするんだ。刹那か。今は奴と争っている場合ではないのに。者ども、気は今ぞ。このままでは味方は消耗するばかりだ。敵本陣を攻め早期決着を狙うべきか。助けていただいた恩、ここでお返しいたす。敵本陣への突撃はこの幸村にお任せあれ。刹那さんのところに行っちゃダメです。マリーが止めます。あの人
まっすぐ本陣を狙っている。行かせない。Not bad.私の名はマリー・ローズ。よろしくお願いします。私が行くわ。そんな、やっぱり大きくないから。ノーアンセンス。まあ、少しはやるようね。望むところだ。常に冷静にな。おお、面白い。常に冷静にな。俺も定めと知る。おお、俺も知る。支援せよ。お前ならできる。いい動きだ。できる。闇を滅散。この一撃で片付ける。消え失せよ。尽力を無駄にできぬ。みんな急ぎ攻め込め。攻撃開始だ。叩き潰せ。邪用じゃない敵。もう仕事の時間？なんだかやりにくいな。出した。次は絶対に勝ってみせる。ノーバー。見事だ。戦いの数だけお前は成長しているな。手加減なしでいくぞ。油断したか。今回は引くしかないな。皆さんのおかげで城と民を守れました。本当にありがとうございます。礼には及ばない。私たちはもともとあなたに会いに来たのだ。雪村殿、改めてお願いしたい。どうか私と共に戦ってもらえないだろうか。承知しました。雪村殿。ええ。
いいだろうか。うん。いらっしゃいませ。また。来てください。いらっしゃいませ。また来てください。ようこそ。またのお越しを。どうなさいますか？よろしいですか。ありがとうございます。三成殿、ぜひ我らと来ていただき。お誘いは痛み入り、得体の知れぬ奴のために働きたくはないのだ。なんという傲慢な物言い。ならば力ずくでも来ていただく。三成殿は敵に包囲されている。直ちに救援せねば。動くような人物ではない。それが分からぬのか。いざ尋常に容赦はしない。押し通る。どけ。
ちの戦果だ。見事。よく鍛錬しているようだな。仕事の時間？文句なしの戦果だ。勇者に挑もうってから押しとはしない。押しとは断る。なぜどこの馬の骨とも知れぬ奴にホイホイついていかねばならぬのだ。英雄殿とは言え、その言い草許せぬ。うっとうしいのだよ。気に入らなければ力づく。それがこの世界の流儀か。恐れよ。三成と様だ。強引な勧誘に辟易しているようだね。私がここから逃がそう。余計なお世話だ。貴様もさっきの奴らと同じ類だ。いや、私はただあなたを助けたいだけだ。俺を助けたいというのなら策に協力しろ。この辺りの拠点を奪還してほしい。余計なことはするな。ただ拠点を取れば大将首を取ろうとするならもってのほかだぞ。よし、文句なしの戦果だ。いちいち口の悪い男ね。もう少し言い方に気をつけられないの？いざ、この超知竜と手を貸してくれ。勝負してもらおう。望むところだ。我が闘志面白い。まだ消えてはいない。思う存分やるな。これで満足してはいられない。本気で行きなさいよ。消えうせよ。バカだろ。 Now we're talking。了解。俺も定めとして常に冷静にな。とどめ。この勢いに乗じます。消えうせよ。いい感じね。よし、話しておまわしとついて。俺も定めとして。まあまあやるでも。できる。俺の秘策を見せてやろう。三成様のお考えが読めません。皆様、あの方から離れてください。今のうちに先へ進むぞ。しばらくは追ってこないはずだ。敵の包囲をうまく切り抜けたな。そういえば秘策とは？秘策などない。ただハッタリをかまして敵を脅しただけだ。援軍として参りました。
二の矢があったから。この先は敵の守りが厚い。そこで次の手だ。敵の装備を奪い工作兵に着せてくれ。騒ぎを起こさぬよう秘密裏に頼む。戦ぶり、さっさと逃げるぞ。敵を勝てば敵もさすがに感づくだろう。あと少しで策がない。変装した兵を敵にぶつけろ。これで満足してはいられない。伝令、付近の調査を完了しました。特に怪しい仕掛けは見当たらず。ミツナリ様は何も仕掛けず逃げたということですか？私が行くわ。無双の名をいただくと帝国軍人として誇りに思う。看護師だ。俺たちは味方のはずじゃ。とにかく応戦しろ。よし、文句なしの戦果だ。障壁は排除した。進むとするか。三成殿、見事だ。敵はまんまと同士打ちをしている。敵が間抜けだっただけだ。こんな戦果誇るに値せんの。見事だ。その力心から頼もしく思う。見せてやろう、歌方の者の負の力を。最強は俺だ。容赦はしない。押し通る。なかなかやるな。貴様の顔覚えておいてやろう。敵将撃破、次なる目標に向かう。ブリアン、 I won't lose。 気分にはしない。この世界の連中は馬鹿者ぞろいだ。お前たちは幾分マシだ。歌方の者の負、桜花が相手だ。雪村ではないか。お前もこの世界にいたのか。三成殿、再会の喜びに浸りたいのは山々ですが、この世界は今大変な状況なのです。あなたのことはこの雪村がお助けします。ですから共に来てくださいませんか。ここまで来れば一安心か。お前たちもそれなりに役に立ったぞ。三成殿、おい、その通りだ。感謝する。ああ、三成殿。
三成殿。いいだろう。ああ、おお、なんだと。うん、そうだな。いらっしゃいませ。また来てください。ようこそ。またのお越しを。うん、それは行くぞ。玉木と話すつもりはない。速やかに叩き伏せる。玉木ちゃんと話し合ってあげてください。きっと分かり合います。その必要はない。邪魔をするなら消えてもらう。お兄様、本気で戦うおつもりですか？無論、本気に決まっている。玉木ちゃん、趙雲さんのところへ戻って。こんなところで終わっちゃダメだよ。今、お兄様、もう仕事の時間。私はまだ諦めません。本当にいいのか。ああ、家族と戦う覚悟が遠いできている。武器に変わります。お願い、兄弟で戦うなんて絶対ダメだよ。四季殿、玉木殿の話を聞かれよ。断る。
しませんか。まあ、少しはやるようね。俺が相手になろう。容赦はしない。押し通る。どけ。これで満足してはいられない。文句なしだぜ。行くぞ。すべて蹴散らしてやる。敵に反撃の機を与えてしまったか。同族の争いは多くの悲しみを生む。玉木殿のため手を掴んでいただきたい。断る。同族の話と思うなら口を出さないでもらおう。敵将撃破。次なる目標に向かう。玉木殿、下がってくれ。それ以上は危険だ。不安無用。兄様、私はまだ諦めません。少なくとも玉木の仲間を私を憎むだ。言いたい奴には言わせておけ。お前の覚悟、俺には伝わっている。本気でぶつかり世界を変えろ、シキ。そして俺を早く元の世界へ帰らせてみろ。よし、文句なしの戦果だ。お願いです、お兄様、私の話を聞いてください。呼ばれても呼ばれなくても出るとこ出る。何度来ても無駄だ、玉木。それが分からぬなら徹底的に潰すしかないな。玉木を守る将を倒し追い詰める。見事。よく鍛錬しているようだな。いざ尋常に勝負せよ。容赦はしない。押し通る。Yeah!